まあ、約1週間ぐらいばあちゃん家に帰らせていただいてたんですけど、周り盛りすぎてさ本当に何もやることねえの。まあもともと1週間ぐらいいてもいいっておばあちゃんに言っているつもりだったんだけど、今日帰ってきたんだけど、昨日ぐらいあたりにおばあちゃんに、あんたまだおんの?みたいな言われてえ、なんか長ないみたいな、あんたまだおんの?って言われて、え?いていいって言ったくない?と思って、うん、邪魔だったっぽいで、マジでなんかチルな1週間過ごしすぎてやばい、怠けてる本当に。ただ毎日日光浴、あとなんかおばあちゃん家の家庭菜園で育ててるなんかミニトマトに毎日水あげたりあと昼間からおばあちゃんと銭湯行ったりとか、あと日光浴しながら漫画読んだりとか、あとバロをおばあちゃんに教えたりとか、うん、ゼンジーが優勝してもなおブルドックしか理解できてなかったけど、まあ、ブルドックできただけいいかなって。なんか、ブルドックを覚えれた理由が、なんかブルドックっていう名前のパグが近所にいるらしいわ。だから覚えてるっぽい。ブルドックなの?パグなの?いや、パグなんだよ。パグなんだけど、ブルドックって名前らしい。てか、マジで暑いね、最近。九州の方なんですよ。ちょっと南寄りだからめちゃくちゃ暑くて、タンクトップめっちゃ着たったわ。タンクトップ重ね着ってことそんなアホいないだろ。ご飯美味しかった。ギャラクシー九州、ギャラクシー九州マジでご飯美味しいよ。まあでもほとんどおばあちゃんのご飯だけどマジで美味しかった。てかご飯が自動で出てくるって本当にすごい。まあ自動じゃないんだけどさ、おばあちゃんの手動なんだけど、マジで寝てたらご飯が出てくるのやばい。本当に一人で実家に、なんかなかなか家族で帰るとかはまあちょくちょくあったんだけど、一人でおばあちゃん家に帰るみたいなのは何年ぶりなんだろう。5年以上帰ってなくて、もう何年か前かに帰った時にメトが一体型の、おばあちゃん家にある一体型のパソコンでやってたのが艦隊コレクションだったのねメト艦隊コレクション一緒一人でやってたんよ、ばあちゃん家で。ばあちゃんこれなっつって、戦艦ヤマトっつってみたいな、うち金剛ってやつが好きでみたいな、人気は島風って言うんだけどみたいな、その艦コレやってたから、なんかおばあちゃんの記憶にはずっと艦隊コレクションがあって、だからバロ教えてる時も、あこれあのメトちゃんがやってた艦コレっていうやつみたいな聞かれたんだけど、全然違うよっつってもう終わったよそれって、もうやってないよメトはって、どれが島風って言ってたどれが島風って、どれも島風じゃないって。だから次エイペックスとか見せたら多分どれがブルドックって言い出すと思う。どれもブルドックじゃないっていう。でもね本当にツイキャスとかしたかったんだけど、本当はマジで盛りすぎるの、盛りすぎるし山すぎるの、なんかね不安定でね。トトロぐらい、いや多分、マジで普通にイノシシとかは余裕で出るレベルだと思う。なんか言ってたもん、何々さんちがなんかくれたイノシシがうまかったからメトちゃんにも食べさせてあげたかったなみたいなあそうなんだっつって、イノシシ食べたことないねっつって